はこれから終盤に入ります。先頭バッターは8番クラ、今日3打席目、引っ張った、サードボールを取る、一塁へ、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは9番ソヨギ、これが3打席目になります。第2球を投げました、アウト、取れない、ボールを掴んだ、一塁送球、一塁アウト。ここまで2安打の尾形、第1球を投げました、ホームラン、交代、見上げた、ホームラン、ホームランです。ソロホームラン、白球は無情にもバックスクリーンへ、見事に初球を捉えました。バッターは2番前田、これが4打席目になります。インコースのボール左へ、ショート掴んだ、一塁を送る、アウト、これで3アウト。そのライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。7回の裏、ソフトバンクラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは9番的場、今日3打席目、黒田、マウンドを降りまして高橋、今日2人目のピッチャーとして登板です。ストライク、胸元厳しいところ、シュート決まって2のシング、インコースのボール右へ、セカンド取りました、的場、セカンドライナーに回りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って大村、今日4打席目、直球ボール、まずは内角、スクリュー決まってワインドワン、膝元厳しいところ、アウトコース高め打ちました、ファーストへ、一塁アウト。バッターは2番川崎、これが4打席目になります。アウトサイド打ちました、取った、ファーストへ送る、一塁アウト。最後はセカンドゴロに倒れました。7回が終わって4対3、ソフトバンク、スコアボードに0の文字が入ります。カープ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番新井、今日4打席目、ファースト飛びついた、一塁へ、一塁アウト、ワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番島、これが4打席目になります。内角際どいボール、ワンボールから投げた、レフト下がった、ワンバウンド、セカンドへ送る、打ったバッターは2塁でストップ、島ツーベースヒット、ワンアウト、ランナー2塁に変わります。ここで迎えるバッターは栗原、今日4打席目、内角際どい球、ボール。第2球を投げました、ストレートはボール、はっきりしたボール球。さあ3球目、さあ4球目、ショート取った、一塁送球、一塁アウト。今日2本のヒットを放っている山崎、インコースのボール右へ、結局2塁残塁で終了です。8回表が終了して4対3、ホークス1点リードは変わりません。ソフトバンク、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番カブレラ、これが4打席目になります。一塁送球、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の松中、今日4打席目、あと取れない、センター前ヒット、クリーンヒットです。セカンドワンアウト、ランナー1塁に変わります。バッターは5番ゼータ、これが4打席目になります。打ちました、島、落下点構えて取りました、一塁送り、一塁セーフセーフセーフ。バッターは6番宮地、今日4打席目、打った、あと取れない、記録はヒットになりました。バッターは7番松田、これが4打席目になります。インコースのボール右へ、バイク取りました、ランナー一塁二塁残塁。8回の裏が終わって4対3、ホークスこの回0点に終わっています。さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは森笠、今日4打席目、ボールを取った、ファーストへ、一塁アウト、森笠、これで4打席連続ノーヒット。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番倉、これが4打席目になります。
センター前ヒット、クリーンヒットです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。右バッターボックスは9番ソヨ、今日4打席目、真ん中ストライク、ワンナッシングから投げた、ファースト前方へ転がった、アウト。さあいよいよあと1人、今日3安打猛打賞の尾形、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。杉内、降板、マハラ、ホームランで逆転のピンチで登板です。ストレート見送ってボール、第2球を投げた、高めわずかに外れてボール、外際どいボール、直球決まってワンスリー、次が5球目投げました、外角低め打った、掴んだ、ファーストへ一塁アウト、試合終了です。ホームラン、今日の試合を決定づける勝ち越しタイムリーを放ちました。お伝えしてまいりました試合は福岡ソフトバンクホークス対広島東洋パーク、4対3ソフトバンク僅差で勝ちました。実況担当川地直樹で福岡ヤフージャパンドームからお伝えしました。